どうも、世界のカバエマと申します。今回はですね、過去マップのホライゾンルナコロニーで望遠鏡を覗くとキャラごとの特殊ボイスが聞けるんですよ。このボイスの紹介動画になります。よければ最後まで見ていってください。これが故郷、これが私たちです。あなたの愛する全ての人、知っている、聞いたことのある人全員、かつてこの世に生を受けた全ての人間がこの上で人生を営んできたのです。私たちの喜びと苦しみ全て、英雄と臆病者、文明の創始者と破壊者、王と農夫、愛し合う恋人たち、母親と父親、希望に満ちた子供たち、発明家や探検家、成人から罪人まで、有史以来のありとあらゆる人類のすべてがここで暮らしてきたのです。最初の1日か2日はみんな自分の国を指し、3日目、4日目はそれぞれ自分の大陸を指さした。5日目にはそこに地球があるだけだった。すごい絶景。あんなに遠くに。これだけか。ここからだと全てが小さく見えるわ。スター語を翻訳、いい景色だ。どうでもいい。遠くからだと随分穏やかに見えるもんだね。私のスコープより少し倍率が高いみたいね。なんて美しいの。ここに来るといろいろと考えさせられる。世界とは何なのか。酒が必要だな。月見の旅にここを思い出そう。はあ、ここからでは全てが乱れなく平和に見える。いろいろ考えさせられるよな。地球よ、お前のためにどれだけ働いたか、少しは感謝してもらいたいもんだ。現実とは思えない光景ね。こうやって地球を見ると、今ならあの時のウィンストンの気持ちが少しわかる気がする。ああ、悪くない景色じゃの。拙者の悩みもここでは些細なものに思える。ここからだと全てが平和に見える。この世界のために戦いましょう。
悪くない景色だ。悪くはないが、ハワイの方がいいな。神秘的だね。ここからだと全てが平和に見えますね。夢を見る者は月の明かりを頼りに闇を進むことができるが、その代償として誰よりも早く夜明けを見るのだ。まさかこんな風に世界を見る日が来るとはね。ここから見る限り争いなどなかったかのようだ。宇宙船から見た私たちの星は何とも美しかった。我々はこの美しさを守り育てなければいけない。破壊するわけにはいかない。宇宙を見渡すことは銀河の果てを振り返り遥か遠くの過去を見ることでもある。はい、ここからはオーバーウォッチ2になってから出てきたキャラクターたちの特殊ボイスになります。このホライゾンルナ頃にはオーバーウォッチ2になってから確かクイックとランクで遊べなくなってしまったマップなんですよ。それにもかかわらず新キャラたちのボイスが用意されとって、まあ、正直びっくりしましたね。よければ見ていってください。人々の営みに思いを馳せてみて。おお、私もこんな設備があったらな。見ろよ、見事なサンゴ礁が見えるぜ。我が王国が一望できる。はあ、癒しても癒しきれない。それでは以上になります。皆さんどうだったでしょうか。僕としましてはオーバーウォッチ2になってからの新キャラにもボイスが追加されてることに結構驚きましたね。まあちょっと感動しましたし、はい。それでは今日の動画はこれにて終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。